ただいまより平成29年度佐賀大学小木氏交流事業特別展安倍島元重父を支え小木を領し会場式を開催いたします。今回はですね、この小木氏のもとの小木藩をですね、鍋島小木藩、この開祖が1617年ということでちょうど400年ですね。まあ、なかなか普通見ることができないですね、本当の生の資料がですね展示されて、直重、勝重、そして元重という親子を3代につながったこの流れの中での特別展が開催をされるということで、大変嬉しく思っておる次第でございます。この小木藩をスタートした時からのまたいろんなドラマ物語があるというふうに思っております。1、2、3どうぞ。はい、ありがとうございました。そのまま立ち上がってお願いします。主に江戸でですね、父親の代理として幕府との交渉に当たったりとか、島原の乱では佐賀藩の大将を務めたりとか、本当に父親の勝重を支えて、佐賀藩を成り立たせてきた、立役者の一人と言えるかと思います。この展示会は小木鍋島家成立400年を記念して佐賀大学と協力して行っております。普段見れない資料をですね、佐賀県立博物館や鍋島報告会などから借用して展示をしております。ぜひこの機会に多くの方にご来館していただきたいと思います。お待ちしております。